対局開始。お願いします。相手の得意戦法は鷺宮城跡だそうです。鷺宮城跡ってのはさ、地名から来てるんですよね。三間飛車。東京都中野区に鷺宮っていう地名があるんですよ。ですが、米中さんがさ、考えたんですよね。ですけど、米長さんがさ、住んでた家が、片身の学位、あるのはですね、中野区のさ、身の学位、鷺宮ではなくて、細かく言うとですね、白鷺っていう地名なんですね。鷺宮じゃないんですよ。ただ、駅名で鷺宮っていうのが、鷺宮駅っていうのがあるんで、まあ、その影響で、まあ、鷺宮、なんかね、鷺宮城跡って言うんでしょうけど、まあ、駅名の影響力ってのは大きいってことですね。駅名は強し、地名は弱し。これは取ると何かあるんでしょうか。銀上がるの？これ、角上がると。2分30秒。これまた銀引くのかな？お？何それ？え？さすがの切れ味じゃ。すっげえ。なんとこんなね、短手数で勝てるなんてね、もう切り味鋭すぎでしょ。というかさ、実はこれ、今日3局目なんですよ。で、1局目と2局目はボロ負け、まあ、ボロ負けっていうか、まあ、時間切れで負けちゃったんで、もうめタッチ悪いなと思いまして、まあ、そういうね、惨めな姿はですね、動画化してもしょうがないので、採用しなかったってことですね。うん。それはもちろんさ、自分が成功したところだけをさ、記録に留めるべきですよ。例えば自分が、本を書くときにね、まあ、例えばその、まあ、小説でも何でもいいんですが、執筆するでしょ。でさ、これちょっと文章失敗しちゃったなと思ったら、そこは採用しないですよね。まあ、あるいはさ、音楽 CD 作りましょうって時に、演奏しますよね。で、演奏して失敗しちゃったら、そこは採用せずに、成功した時の音源を CD に載せて、で、売り出すじゃないですか。それはもう後世残るわけだからね。これ失敗しちゃったところを CD にして、売り出してしまったら、その失敗作が、未来永劫残ってしまう。で、それはやっぱり不満なんですね。ですから将棋も同じで、自分がうまくいったところだけを記録に残す。これは当たり前のことなんですね。うん。別にその失敗したところを記録に残したければそれはそれでいいんですけど、ただ自分の場合はやっぱり成功したところだけをですね、残して、まあ、後々自分が見たときに、ああ、この時は勝って気持ちよかったなというね、その快感をですね、しっかり、未来永劫を、保つってことがですね、大事なので、基本的には勝った将棋だけを採用していくという、そういう方針なんですね。ですから、歩き人が負けるところを見たいという方は、ちょっとね、まあ残念なお知らせになってしまいますけども、まあね、ちょっとそれは、残念でしたということで、まあちょっと今日のね、話題なんですけども、Yahoo ニュースから、まあ京都新聞の記事が取り上げられてますね。学校検診で上半身裸になる必要あるの？娘が嫌がっている保護者から疑問の声。学校の定期健康診断で上半身裸になるのを娘が嫌がっている。体操服を着て実施する学校もあるのに、脱衣は本当に必要なのか。京都新聞社の、双方型報道を読者に答えるに、女子児童生徒の保護者から小中学校での検診の方法に対して疑問の声が相次いで寄せられた。子どもの性に対する保護者の意識が時代とともに変化し、検診の在り方について学校や学校と共通の理解が図りづらい実態が浮かび上がる。これ早口で読み上げるのも大変ですね。子供はとても恥ずかしい思いで検診を受けたと話していた。今や学校現場での盗撮やセクハラなどが問題になる時代だ。小学5年の娘がいる宮津市内の母親は憤る。子供は教師の指示には
仕方なく従う。反抗できない関係性で服を脱げと言われることに親として不安を感じる。中学生の娘2人がいる。京都市南区の母親は市教育委員会に何度か抗議したという。着衣で検診している学校もあると聞く。なぜブラジャーまで外さないといけないのか。子供に話を聞くと疑問に思っていてもせかされて聞けない状況だったという。京都市教育委員会は市学校委員会と協議し、検診ではプライバシーに配慮しつつ、上半身は脱衣で内科検診と、背骨の異常を見る脊柱検査を受けさせるよう学校に通知している。市教育委員会は見逃しのない診察をするため脱衣でもバスタオルで隠すなどの対応をしていると説明するが、一部の学校では独自の判断で裸にさせず実施しているという。このように学校で対応が分かれている現状が児童生徒や保護者に疑問を抱かせる原因になっている。他都市でも特に思春期の女子児童生徒で脱衣の拒否が課題になっているため、専門家からは学校検診をどのように実施すべきかについて文部科学省が関係機関と協議し、科学的根拠をもとに統一の見解を出すべきだという声が上がる。だから要するに昔は子供なんだからさ裸になりなさいって言われて、ああちょっと恥ずかしいかもしれないけどそういうもんですよねって言ってさ、まあ仕方ないよねって言ってさ、まあ私も恥ずかしいけどみんな恥ずかしいんだから、みんな恥ずかしいの、もう我慢しなさい、はいわかりましたごめんなさいみたいな感じでさ、まあ、それがまかり通っていたわけですよね。でも今は、まあ、権利意識が高まることによって、いやいやなんで裸にならなきゃいけないんですか、いややめてよ裸にさせないでよっていう、まあ、そういう声が上がるようになってきたということで、まあ、非常に良い傾向だなと思うんですけども、じゃあ例えばさ、これ男子生徒が、男の子だけど恥ずかしいよとか言ったらどうするんでしょうね。女の子だけじゃなくて男の子だって恥ずかしいので裸にさせないでくださいっていう話が来たら、男なんだから我慢しなさいって言うんですかね。女子ならなんか膨らみ始めた胸を見られるのが恥ずかしいとか、逆にまだ膨らんでいない胸を見られるのが恥ずかしいとか、そういう気持ちはわかるが、男に恥ずかしいという気持ち抱く意味が全くわかりませんって言って、男なんだからそんなの言ってんじゃねえよみたいな話になるんですかね。だからそんなのさ、男性であろうと女性であろうと何に恥ずかしさ感じるかっていうのはさ、そんなの他人には分かりっこないし分かってもらう必要があるってわけでもないですよね。別にその共感なんかさ、共感を求める必要なんかなくて、これ何が問題かっていうとさ、この定期健康診断ってものをさ全員一律に受けさせてるってことがもうすでに問題なんじゃないかな。だからさ、まあもちろんその女の子が服を脱がずに検診できるようにした方がいいと思いますが、ただ根本的な問題として恥ずかしくて嫌だったら受けなくてもいいよっていう仕組みにするべきですよ。ね、その全員さ健康診断受けなければいけないっていうさ強制してるからこういう問題が起きるわけですよね。だから定期健康診断なんてそんなのさ、今の時代別にその健康保険とかだってさあるわけだから、学校で一律にやる必要ないと思うんですよ。ねえ、学校で健康診断なんかやる必要あります？そもそも。ねえ、じゃ健康診断受けなかったから病気が早期発見できずに死んじゃいましたっていう小学生がいるんですか？ねえ、健康診断受けなかったからさ、小学生の病気がですね放置されて、次々と小学生が入院してしまって、もう健康を著しく損なうことになりましたとか、そういう話聞いたことないですけど、聞いたことないっていうか、健康診断ずっとやってきたからさ、健康診断をやってないっていう状況が今のところないからさ、だからそうなのかもしれないけど小学生そんなさ、その生活習慣病とか、そのいわゆる成人病とかさ、そのあんまりその病気しないお年頃じゃないですか。その風邪ひいたりとかインフルエンザとかさ、そういう明らかに症状のある病気だったらさ、症状が出てから病院行けばいいわけですよ。ね、
でそのなんかその背骨がどうのとか言ってるけどさ、いや そんなのさ、わざわざさ症状がないさ子供たちに一律に検査を受けさせて、どこかに異常がないかってさ、その事細かに調べる必要があるんでしょうか。ないと思うんだけど、ねえ、あります？なんか、ないと思うな。健康診断全般いらないと思うんですけど。もうさ、女子児童生徒の保護者から検診の方法について疑問の声が相次いで寄せられてるわけでしょ。もうこの機会にさ、日本全国で健康診断をやめましょうよ、ね。で、まあ、それでもあえてやるんだったら希望者だけでいいじゃん。希望者は学校で健康診断やってあげますよぐらいでいいんですよ。全員一律に強制してるってことがもうすでに問題ですね。ちょっとさ、健康診断絶対必要で強制的に全員に受けさせるべきって人、ちょっと意見聞かせてほしいな。まあ、私がこうやってね、断言するような口調で話すると言いづらいかもしれないけど、いやいや、小学生や中学生に健康診断を全員に強制的に受けさせるのは当たり前でしょ。それは強制しなきゃダメでしょってさ、健康診断をやめるなんてとんでもない、健康診断受けてない生徒がクラスにいるなんてそんなの恐ろしいですとかさそういう意見ってさ、ちょっと私は理解しがたいんだけど、健康診断を受けなかったせいで病気が早期発見できずに、重症化してしまったとかいう、そういう例をさ、具体的な例を挙げられても意味ないですからね。そんなこと言い出したら、なんでしょうね、授業についていけないことを早期で発見できずに困っちゃいましたとかさ、困っちゃった論っていうのはもういくらでも、具体的な例を出せばさ、いくらでも言えるわけですよ。ねえ、なんでしょうね、ちょっとうまい例が思いつかないな。だ、健康診断に関してもさ、その内科検診とか歯科検診とかさ、いろいろやるわけですけども、じゃあその、白血病検査やってんですか？小に白血病になってる子供がいないか検査とかするんですかとかさー、大腸がん検診とかやってんですか？子供だって大腸がんになるかもしんないじゃないですかね。あるいは、なんだろうね、がん検診とかやってますね。子供だってさ、小児がんっていうのになる可能性もあるんですよ。早期発見、早期治療、大切なんじゃないですかね。これもやった方がいい、あれもやった方がいい、もしかしたら病気かもしれないじゃないか、もしかしたら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 って言い出したらキリがないんですよ、ね。そうでしょ。虫歯になってたら困るかもしれないから歯科検診するんだとかね、心臓病になってるかもしれないから内科検診するんだとかさ、背骨が曲がってるかもしれないからね、背骨検査するんだとか、そういうこと言うわけでしょ彼らはね。でもそんなこと言うんだったら、水虫になってるかもしれないじゃん。だから足も、ね、裸足でその足の皮膚の検診をしましょうとかさ、この病気になってるかもしれないじゃないかって言い出したらキリないっすよ。そんなのはもう各家庭でさ考えればいいだけのことなんですよ。ね、別にさ、特に症状もないのに、事細かに体をさ検査する必要ないでしょ。第一さ、身長とか体重だってさ調べる必要あります？ね、身長、体重、座高、ね、調べる必要ないよね。あと視力検査とかもいらないでしょ。ね、視力が 1.0 とか 0.5 とか、そんなのさ、見えづらいと思ったらね、その黒板の字が見えません、先生の顔がよく見えませんって言うんだったら、もしさ、その黒板の字がよく読めない子がいたら手を挙げて、言ってくださいって先生が言えばいいだけのことですよ。そうでしょ。視力検査っていうのやってさ、あ、君目悪いのね、じゃあ前の席ねって、なんでそういうことしなきゃいけないので、見えづらい子がいたらちょっと手を挙げて意思表明してってさ、先生が呼びかければいいだけのことじゃないですか。ね、視力検査だのさ、聴力検査だの、もう必要ないよ。
身長体重測るとなんかいいことあんの？ああ、別に身長体重測ったところで別にさ、ねえ、測らないと何かまずいことあります？ないっすよね。うん、身長測らなかったからうまく成長できませんでしたとかあるんですかね。バカですね。健康診断はそのものがいらないんですよね。だからさ、それでもなおさ健康診断が必要だなんてさ思う人のためにね、一つ言うけども、だったら国がその全ての国民に対して健康診断を無料で受けられる券っていうのをさ配布してさ、この券を使って病院行けばただでさ健康診断受けられますよっていうさ、そういうその健康診断無料券っていうのを国が配布すればいいじゃないですかね。そうでしょ。だからそのいわゆるその民間企業の定期検診とかね、義務付けられてるとか言いますけど、あれも必要ないですからね。うん、なんかその何人以上雇ってる会社だったら社員に健康診断受けさせなければいけないとかさ、そういう法律が確かあると思いますけども、あんな法律やめましょうよ。必要ないから、あんなのね。なんで強制的に。いやだからね、本当私会社員サラリーマンなんなくて本当よかったなと思ってるんですよ。まあ上司からね命じられて、仕事するのも嫌だし、同僚たちとのね、なんかその人間関係とかもそういうのも嫌なんで、やったことないけどね。だからそういう世界に踏み込まなくて本当ね自分は良かったなってね、心の底から、ニヤニヤしてるわけなんですけども、健康診断でそのバリウムとか飲まされなくて済んでるっていうのもねありがたいなと思いますね、相対的に。だってそのまあ、これは比較の問題になっちゃうんですが、まあ、日本でもさ、まあ、いわゆるサラリーマンとか労働者って言われる人たちは結構いるわけじゃないですか。で彼らは会社の健康診断とかで毎年のようにさバリウム飲んでさ、なんか気持ちなんかまずい飲み物飲まされてるわけでしょ。で私の父親とかも健康診断とかねやってるって言ってましたけど、だ子供の時さ、もしかして大人になったらあんななんかまずそうななんか白い液体とかね飲まなきゃいけないの、うわーうわー嫌だなってさ思ってたんですよ。でもねそういう目に遭わずに済んでよかったなってね、ほんとねほっとしてるんですね。だあれもさ強制的に全員に健康診断受けさせる必要なくて、そんなにさ健康診断が重要だっていうんだったら会社員であろうと自営業者であろうと、将棋のプロ棋士であろうとさ全部さ同じなはずでしょ。その会社員でな、会社員が特に健康に不安があるってことはないよね。え、じゃあ私今会社員やってないけど、私は健康リスクがないけど会社員っていうのは特別にすごいストレスかかるので不健康になりやすいので健康診断しときましょうとか、こういう理屈なんですか。例えばその、さっきそのまあ、音楽家の話をしましたけども、CD でさ演奏するようなね音楽家とか、本小説書いてる小説家の方々とかね、あるいは新聞に記事を、でもそれは新聞社の社員だけど、まあその自営業とかさそういう人たちっていうのは健康リスクがないっていうことなのかな、なはずないですよね。病気になるリスクっていうのはどんな人にもあるし、そこは平等じゃないですかね。だから会社員だけに健康診断を受けさせる義務を課す、まあ、会社としてね、おかしいですね。そんなことをやるぐらいだったら国が一律に健康診断無料券を配ればいいだけのことなんですよ、全員に。小学生に、まあ私は小学生に配る必要ないと思うけど、まあでも小学校の健康診断が必要だと主張するんだったら、だったらもう健康診断無料券を年齢、性別問わず全ての人に配布すればいいんですよ。ね。で、全員に配布したところで、全員が健康診断に行くわけではないでしょうから、私は行かないですよ。人間ドックとかがん検診とかも行く気ないから、私は行かないですよ。なので、
本当に行きたい人だけが病院に行って健康診断を受ける、それでいいじゃないですか。なんか問題あるんですかね。なんかその小学生とか中学生とかさ、会社員とかさ、特定の属性の人たちだけに強制的に健康診断を受けさせるっていう、この制度になんか合理性はあるの？あるんですか？なんか、だからそういうことですよ。小学校で定期健康診断をやらなければいけないのだって主張する人っていうのはそういう主張でしょ。ね、特定の属性の人たちだけに健康診断を強制するべきで、私がもし健康診断を受けようと思ったら自分でお金を払って病院に行ってやるべきっていうね、これ意味わかんないですね。これ不平等じゃないの、逆に不平等ですよ、明らかに、ね、だから私は決してその、健康診断をねやめるべきだって言ってますけども、別に国民の健康なんかどうでもいいって言ってんじゃなくて、健康診断を受けたい人だけに受けてもらえればいいじゃんっていうことで、さらにその健康診断を受けるチャンスは全員に平等に与えればいいじゃんってことね。だからつまり私の提案をですね実現することによって、自由であること、そして平等であること、この2つが同時に実現できる、今の制度というのはね、小学生や中学生といった生徒たちに強制している、あるいは会社員だけに強制する、特定の属性の人たちだけに健康診断を強制し、それによってこの、女の子が恥ずかしいという思いまでさせている、もうね、もう最悪の制度ですよ。つまり不自由かつ不平等なんですよ。これがね、この不自由で不平等な制度が、これが正当だって説明する人がいたらちょっとね意見聞いてみたいですね。私は全く理解できない。ということで、今すぐ日本全国の、学校の定期健康診断をやめるべきです。ね、はい、というわけでありがとうございました。